どうもこんばんは、劇団スカッシュのゆうやです。はい、今日はね、劇団スカッシュゆうやの日っていうセカンドの日、ゆうやの日っていうことでね、今ちょっとその喫茶店でね、そのなんかまあいろいろ作業はしてたんですけども、あ、今日俺の日じゃねえかと思って気づいてね、ちょっと明るいとこ探してたらこんななんかとこがあったんで、ここで撮影していこうと思います。今ちょうどもう夜の12時50分ですね。まあこのぐらいの時間は最近もうなんかあんまり遅くも感じなくなってきちゃって、体おかしくなってきてるんですけどね。今日はねちょっとした小話があるんですけども、今日は昼間ね、牛丼屋で働いてたんですけれども、その前に出てきたそのわかめじいさんっていう人の話覚えてますか？まあ覚えてない方もいると思うんでね、そのなんかちょっと初老のおじいちゃんが一緒に働いてるんですけれども、なんかその人がねものすごい今日涙もろくて、大塚くん僕なんか最近すごく涙もろいんだよね、だからちょっとめんどくさかったらめんどくさいって言ってねとか言ってきて、いやそんなわざわざそれ別に言う必要ないけど、まあわかりましたって言ってたら、な休憩中に大塚くんさっきお客さんがさご飯一粒も残さず食べてくれたんだよねとか言ってきたから、あ確かに涙もろくなっちゃってんだと。いやまあでも素敵な従業員だなと、ね、ご飯食べず、ね、残さず食べてくれてね泣きそうになってしまった。まあまあまあそれはいいかなと思ってて、そしたらねそのまた午後3時ぐらいになってお客さんがちょっとパッタリやんじゃって、僕とおじいちゃん2人で働いてたら、大塚君お客さんが来なくなってしまったよ。だからいやそろそろうざいかなとそろそろうざいなと思ってきたんだけど、まあまあまあ心の綺麗な方だなってことで何も言わなかったんですけどね、さすがにねその後ねお客さんが入ってきた時にね、いらっしゃいませとか言ってた、お客さん来てくれて今日は誠にありがとうございますとか帽子ももう取っちゃってるのよ。野球部じゃないんだからっていうかね、その飲食店だから帽子取っちゃダメだし、そのさすがにねその時にちょっとちょっとめんどくさいっすって言ったらね、ちょっとめんどくさいっすって言ったらね、やっぱりとか言っていや、このおじいちゃんふざけてんのかなとかって思うんだけどもね、まあ年を食うと涙もろくなるって言いますけども、まあ、こういう感じでなんかチャーミングに涙もろくなるんだったら僕も涙もろくなってもいいなーなんて、なんかかわいいおじいちゃんを見たそんな日でした。まあなんだか何でもない話だったんですけれどもね、あそうだそうだ言っとかなきゃいけないんですけれども、ストーキングヴァンパイアのですねスクリーニング、そしてワークショップがね締め切りが、もう本当すぐですね。何日後だ？もう本当すぐですよ。あと2日か、今日がだからもう日にち変わってるからもう1日かな？ちょっと適当なこと言えないんで、もうすぐだっていうことにしておきますけれども、本当に面白いイベント、初の YouTube スペースでのね、そういうイベントをですね、スカッシュがね、またトップバッターでやらせていただけることになりましたので、ぜひ、皆さん、応募してください。お待ちしております。それではまたねー。